あ、第1回振り向かせ選手権宿の伝説だ。宿虫メールだ。ついにやってまいりました、この時が。我々ね、東海オンエアもういろいろな人を振り向かせてきたと言っても過言ではない。そんな魅力的なグループですけどもね、やっぱり東海オンエアが輝いていて、いろいろな人を振り向かせてきた。じゃあ、果たしてその輝いている東海オンエアのメンバー自体を振り向かせることはできるのかというね、ことに気づいた時、僕は、はっ!って言ってしまったんですね、ついね。言ってねえだろ、絶対。確かにこう振り向かせてばっかりでね、振り向かせられたことがないんじゃないかなと思いまして、今回ね、ここにない3人のことを僕たちがいろいろなことをしてね、振り向かせてあげたいなと。後ろでありとあらゆるね、もう振り向かせれるだろうこれならというものを僕たち用意しましたんで、それをね、今ここにあるスタートラインからコッパみたいなカラーコーンの向こうにある 50m のとこまで歩いてもらいます。はい、そう、歩き切るまでに何かで振り向かせたら勝ちという勝負ですね。はい、全員振り向かせることができたら、まあ、どれだけ早く振り向かせれたか、まあ、それだけでございます。まあ、もちろんね、力ずくでグッてやったりしたら振り向いちゃうんで、そういうことじゃなくて、ね、自分でこっちを向かせるという、それができるかどうかって感じですね。え、すごい。あれえ、はい、あ、うわー、うざー、何今の、はい、めっちゃムカつく。そういうことです、そういうことです、ね。めっちゃうざいの。今の俺はちょっと不意をつかれましたけど、まあ3人はもちろん今回振り向かせ選手権だってことは分かって歩くので、はい、多少は難易度は高いんですけどね、それでもやっぱり俺らはね、こうあの手この手振り向かせていくんでね、頑張ってやっていきましょう。はい、順番今回はね、虫鉄亮の順番でやっていくんですけど、うん、相方が芝生としみつゆめまる、うん、となっております。いや、普段だったら芝生の相方っていうのは大外れなんですけど、うん、今回ばかりはいいツボですよね。近いな。芝生は振り向かせやすそうな気がするよね。うん、ビビリですから、うん、私は今回ね、恐怖でいきたい。嫌な恐怖。嫌な恐怖じゃない。嫌だわ、恐怖は。僕はテーマで言うと結構あの、としみつということで、うん、面白くだったら乗っかっちゃうだろうっていうね。あるあるある。結構世界観寄りというかね、その世界観に引きずり込んだら自分がその中の一員だと思い込んで、今俺はこう動くべきって言って動いちゃうからね。そうそうそう、ドラマの一員とかもありえるかな。夢丸は厳しいよね、いろいろ。まあ確かに、なんでまあいろんなことをしていこうかなって思います。たしゃんでてね。はい、それではやっていきましょう。さあ、というわけで、はい、ようやく準備ができました。はい、芝生さん、お待たせしました。待ったね。だいぶ待ってますよね。うん、頑張って振り向かないように頑張ります。それでは振り向かせ選手権、虫眼鏡の部、用意スタート。目開けます、パ。うわー、道だ。全く持って大丈夫。全然振り向きたくない。いや、もう怖いな。こういう人たちいる？もしかして。こういう人たちまだいるわけないよ。番号 1! お前たちは誰だ？東海の星、ナイトメア隊であります。お前たちの職場は何だ？地球の応援であります。よろしい。それでは射撃訓練を行う。番号を用意せよ。あーっと、危ないなそれ。よし、お前、ちょっと気持ちこっち側歩こうかな。あれ、でー、あっ、でっ、ナイトメアの見た目がマジで気になる。そこなんだ。もう慣れちゃってるやん。そっか、俺ら見てるけどね。よーし、よかった、よかった。あ、なんだ、やばい、あのモンスターはグルメラ攻撃をしてきた。グルメラ戻ってきたから。危ない。ブーメランが下手すぎる。ブーメランが、まずいまずいまずい。ブーメラン下手すぎるって。地球の維持はダメだ。心苦しいが、あのモンスターは射殺するしかない。かばえ、撃てー。やべー、あのモンスター生きてるかもしれない。私は5秒刺してくれ。ほっ、やばい、こっち来るよ。ぴょこぴょこ走ってる。かわいいな。ぴょこぴょこ走ってる。あげ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 。お疲れ様です。はい、俺も地球の平和を守るため、頑張んで、バスバスを取りましょう。ああ、無理無理無理。これ40からの46m。目視で測るんだね。いや、気になった。ナイトメア隊合いますか？一応もうあれで大丈夫です。遠目でいいですか？この遠目で十分ですね。それでは続いて私の回ですね、はい、では1時間ほどお待ちください。はい、準備大変なんで、この企画。はい、頑張って準備頑張ります。すいません、お待ちしました。お、来た来た来た。いや、まあ俺たちはね、日陰なんで体力使ってないんですよ。あなたたち半端ないですよね、ダメんだけど。帰りたいもんね、本当は。本当はもう限界です。今から帰りたいです。お待たせしました。それでは
まあじゃあ行きますか。振り向いちゃいけないっていうことは聞いてるんで。おい、トシミツ、トシミツだよな。はい。なんなんだよここ。俺たちどこに来ちまったんだ。あ、中層、中層。え？だ、誰だ？またこれだ。今からお前たち二人には。デスゲームをしてもらう。デスゲーム？デスゲームってどういうことだ？生き残れるのはただ一人。え？そう、つまり殺し合いだ。殺し合い？いや、嫌ですよ、こんないい天気の日。としみつさん？ルールは簡単だ。しかし、しっかりルールを把握しておかないと勝つことはできないだろう。そのルールってやつを早く教えろ。今回のなぜかベイダー教のあれか。ルールは、うん、こうつってば、このボードに記載された通りだ。なるほど、そのボードに書いてあるのが殺し合いのルールだな。簡単だ。簡単だろう。さあ殺し合いスタートだ。今がチャンス、死ねとしみつ。うわとしみつ、お前さっきはなんで振り向かねえんだ。お前まさか自分が犠牲になって俺を生き残らせようとしてんじゃねえだろうな。別に俺はただお前とずっとこの関係でいてえだけ。入っちゃったぞ。よっかったぞ。お前男だよ、俺の分までしっかり生きろよな。くやー、あどうしみつ、お前の勝ちだ。さあ自由に進むがいい。あ、本当はもっと待ってなかったんだね。え？ LINE？ LINE 来ちゃった。ダース・ベイダーの LINE 来てるぞ。ルークからじゃないのか。進みますよ、じゃあ。今からみんなでドッジボールやろうぜ。めっちゃいいよ。俺とバジバチームで、カラクトシミツくんとチームね。オッケー。行くよ。振り向かなきゃ当たっちゃうぞ。よっしゃ、チャーン。行け。オレ。オッケー。絶対当てる、バジバ。いけるわ、これ。絶対当ててやるわ。当たった。俺らの勝ち。またみんなでドッジボールやろうぜ。イエーイ。カラクト最後のイエーイしか言ってなかった。ジボールぐらいじゃ振り向きませんよ、そんな。さっきのデスゲームと比べたら。もうゴールマジか。うん。ゴールもう終わっちゃうんじゃ、半分来てますよ、もう。なかなかね。レディース&ジェントルマン。え？偉大なるパフォーマー哲也のショータイムへようこそ。偉大なる皆様を見たい。たった10秒で大爆笑の渦に陥れます。偉大なるか。ミュージックスタート。大爆笑。うわ、ちょっとさすがに気になる。ちょっと待ってくれ。うわまだまだ続きますよ。うわマジか。ミュージックスタート。あ、これはちょっと待って、見たいかもしれない。うわちょっと待って。うわやっばやばおもろ。めっちゃおもろいわ。大サービスでラストいってみよう。うわあ、ちょっと遠い。なんか履いてんだよね。なんだろう。チェキュー。痛かった。何だったんだろう。もうあと1ギミック2ギミックか。いや、偉大なるって言葉に弱いんだよな今。偉大なるジョークマンだ。雑草が伸びてるな。雑草が整備されてると思うけどね。哲也、哲也はどこだい。はい、お呼びですか。なんだいその格好、生意気な。え、お前みたいなやつに普通の服を着る資格なんてありしないよ。そんな、なんてこと言うんですか、湯婆婆様。湯婆婆、お前は明日から千のコスプレ生活だ。は？千と同じピンク色の服、千にそっくりなカツラもつけてもらおうかね。あんまりです、湯婆婆様。それにしてもつながりがなさすぎる。なんで急に湯婆婆出てくるんだ。オムニバス形式なんだね。もしお前のことを大事に思う仲間がいるなら罰を軽くしてやってもいいけどね。います、仲間ならいます。なら今すぐ私にそいつの顔をお見せ。早く見せないとどんどん罰を受ける日数が増えていくよ。どういうことですか。いくよ。え、何？千のコスプレ1日。え、2日。え、俺の罰がどんどん増えてるってことか。3日。やばい。やばい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 。まずい、このままじゃ千のコスプレ生活になってしまう。誰か俺の中、としみつだよな。4日。としみつ、
事情があってこっちに顔を向けてもらわないと。いつか俺が大変なことになってしまうんだ。無理か。頼む、トシス、俺のことを仲間だと思うなら一週間こっちを向いてくれ。こっちを向いてくれ。よーか。最後いやもう一番いいのってやっぱ同情でしょと思って。いやよかったな。うわー。まあでもそういうコントですよね。これ本当っす。何でえこれ本当だ。コントのつもりでやってるって俺は。いやこれもちょっとっていう迫真の演技も込みで言ってたんで、うん、ということで最後りょうさんの挑戦いきましょう、はい、頑張ります。準備完了しました。おい来ました。ついに、うん、来た。何が行われるんだ。振り向かせ選手権スタート。なになに怖っ、めっちゃ怖いんだけど。あ、やばい、危ない。え、危ない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 。え、ちょっと待って、なになに、怖い怖い怖い。危ないかも。うわ、やれ、なに、危ないかも。怖っ。今フェラーリ通る。フェラーリ通るの、ここ。あれ止まったわ。え、止まった。めっちゃ振り向きてー。あの雑さがまたなんか、うん、気になるな。あ、やばい。え、車から煙出てる。え、助けたいけど振り向いちゃダメって言われてるから。今危ないかも。は、危ないって何が。今危ないかも。うわ、危ないかも、危ないかも。大丈夫だった。いや大丈夫だよ、別に。音だけめっちゃ怖かった。よかった。突然なんだけど山崎18年や。そう、山崎18年言いましたの。高いっすよ、18は。いいやつ、あげるよ、これ。いや、欲しい。これあげるよ、あげるよ。これあげるよ。今のこれあげるって。欲望だ。あ、届かない、届かない。硬いから。いや、俺は買える。俺は買える。まあまあ、夢丸の資金力があれば買えるか。いやいやいや、これだけ。なるほどね。やっちゃわん、クズマスカバスタルカバスタル。なになになに、あら、減った。あら、減ったな。人間食いたい。ウルトラスカイ。お前強そう。あ、後ろにいい獲物だ。助けて。うまったよ。うまったよ。はいや。ばあちゃんいるじゃん。はいや。終了。はいや。早っ。いや、早いっていうか、驚きの方が強かったよ。いや、獲物がいるっていうので、キャンさんとかかなとか思ってた。そしたら、なっちゃんの声だから。お前、何やったんだって。今、完全にあの、家族を守る顔してる。今のはもう、綺麗でしたよ、本当に。勢いもだし、まあ、この地点もね、まあ、30メートルちょいということで、完全にあの、りょうさんの優勝です。あ、優勝。ありがとう。早めに振り向かしたからね。お芝居どうする。お前以外の二人、好感度が上がる振り向き方をしてるぞ。お前は爆竹にビビって振り向いただけ。爆竹見たいって言って振り向いただけだぞ、俺。ということでね、りょうさんは、まあ、これだけいろいろな基礎を振り向かせてきたね、東海オンエアという輝かしいグループのメンバーすらも振り向かせることが得意だということでね、一番振り向かせることが得意な人物だということになりました。ありがとうございます。ということで、振り向かせ選手権、第1回はね、王者りょうさんということで、また第2回があるのかなんか分かりませんが、またあったらよろしくお願いします。また次回の振り向かせ選手権でお会いしましょう。さよなら。